心身のリフレッシュに一役買うサウナ。今では古民家や大型施設、そしてアウトドアや自宅などいろいろな形態のサウナが楽しめる時代です。そのサウナがなんと今からおよそ800年以上前の鎌倉時代に行われた国家プロジェクトで貢献していたのです。こちらは鎌倉時代の、東大再建の際に瓦を、焼いた窯が、15基ほど見つかった場所になります。岡山市東区瀬戸町万富にある万富東大寺瓦窯跡。この場所と深い関わりがあるのが奈良時代に創建された奈良の大仏で知られる世界遺産東大寺です。東大寺は平安時代末期、平重衡によって焼き打ちされ、ほとんどが焼失しました。鎌倉時代に入り、再建に向けて先頭に立った僧侶がいました。長元という方が東大寺の再建の、総責任者みたいな大勧進式っていうのに選ばれるんですけれども、そういった長元が主導して、ここで瓦を作るというふうに。東大寺再建のための瓦が作られた場所が万富東大寺瓦窯跡です。この場所で作られた瓦の数はなんと東大寺の大仏殿の屋根の規模であったり、何大門の規模を考えますと、おそらく30から40万枚程度焼いていたというふうに想定されます。万富東大寺瓦窯跡では東大寺大仏殿の刻印が記されている瓦などが出土しています。もともと万富とかがある備前っていうのは古墳時代から周りが山々に囲まれていて、いい粘土が取れる、薪に困らない、鈴木を焼く焼き物職人が多くいるっていう点と、吉井川に近いので水運、あとは海運とかを利用して、奈良へ運び出すのに適した場所だったから選ばれたのではないか。再建に携わった時長元は61歳、中国への留学経験もあるエリート僧侶でした。1193年、長元は備前の国に赴き、土地開発や建築資材の調達を始めたとされています。この国家プロジェクトを実現させたのが長元が行った政策の一つ、湯屋、今でいうお風呂を設けたことだと言われています。作業員さんとかそういった方をねぎらったりとか、今のお風呂とは違うんですけども、風呂の原型のようなものを、各地で作っています。6世紀半ばに仏教の伝来とともに中国から伝わってきたとされるお風呂。東区万富の東大寺瓦窯跡に近い保木地区には風呂屋という地名があり、お風呂の施設とみられる石垣や井戸の跡が残されています。これらは長元が建てた湯屋ではないかと考えられています。当時の風呂はおそらく今でいうサウナみたいなことを指して風呂だと思いますので、今でいう温泉とはちょっとイメージが異なるかなっていう。当時の湯屋は水を沸騰させて発生した蒸気で体を温める、現代でいうスチームサウナでした。長元が岡山の地で作ったのはそのスチームサウナと考えられています。長元が東大寺再建のために木材を調達した山口県では長元が手掛けた湯屋と石風呂が残っていて、今も入浴体験ができます。万富地区から西におよそ15キロ、岡山市中区湯葉です。長元はこの地区に滞在していた時、周辺に湯屋を建てていました。浄土寺には長元が建てた湯屋が残されています。長元上人は備前の国府で東大寺の事業を管轄する、責務もあったんですね。そういうことで国府とここ近いからそっちを前にここへ来ておられたという、その時になんかちょっと気になるところがある言うて追ってみられたら、冷泉ですけどね、温泉が湧き出たという言われがある。こちらは大湯跡と言われまして、実際に当時長元が建てたとされる、湯屋に使われた、水が湧き出るようなそういった場所になります。浄土寺さんの境内からは万富の方で実際に焼かれた瓦っていうのが、見つかってますので、しっかりとしたつながりっていうのが残っている、今でいうサウナみたいなものがあって、そこで疲れを癒したりとか、そういった福利厚生の施設があったというふうに考えられます。
多くの職人たちの働きにより万富で瓦を作り始めてから2年後1995年に大仏殿が再建されました。今でも一握りの人たちが国家プロジェクトに関わると思うんですけれども、当時そういった国家プロジェクトに関わっていた人たちが、ここ備前の人たちになります。働く人々にとっては湯屋があるっていうことは一つ大きなことだと思いますし、それがあることによって、再建事業っていうのは、続いた側面っていうのもあると思います。今から830年以上も前に職人たちがより心地よく働けるようにと湯屋を建てた長源。働いた後のサウナで疲れを癒す、昔も今も変わらない光景だったのかもしれません。